ビッグバンスーパーフェザー級タイトルマッチ。防衛戦に臨む王者、ミスターキックボクシング俊太。2003年のデビューから15年、こだわり続けた肘膝ありの純キックボクシング。栄光も挫折も経験してきた現役レジェンドは、ベテランの域に入ってもなお限界への挑戦を続ける。いい時あって全盛期って呼ばれてるってことだから、まあ、今落ちてるっていうふうに見られてるんだと思うし、でもいい時っていうのかな、昔のいい時って言われてる時がで終わりたくないし、今どん底経験したから、それをバネにね、それ以上のものをちょっと見せていきたいなっていうのはあるんで、そのいい時をちょっと本当にリングの上で見せたいなと思います。キックボクサーたる自分の成長を、そして進化を信じている。だからこそ俊太は歩みを止めない。成長とか進化しないともう面白くないじゃないですか。今すごい楽しくてできてるんで、だからまあ成長してるっていうことはもう本当に自分で分かってるし、それが面白くてやってるっていうことなんで、はい、試合で出すだけです。はい。そんな王者に挑戦する男、彼もまたキックボクシングに魅せられた一人、両ペガサス。自分の生き様すべてが戦いの中に出ると熱く語る挑戦者。同じ志を持つベテラン王者をリスペクトしながらも、この巡ってきたチャンスでベルトを掴みに行く。一言で言ったら大物、尊敬、特別じゃない試合なんてないっていつも言ってるけど、その中ではなんか自分の中ですごい特別な試合ですよね。彼とだったらものすごい試合ができるんじゃないかっていう、人ものすごいお客さんがもう涙流すぐらいの感動できるような試合が彼とだったら絶対できるなと思って、僕自身学ぶべきものがものすごいあるものが返ってくると思って、だからこの1回きり彼との試合をオファー受けました。ありがたく受けさせていただきました。俊太との対戦はおそらくこの1回きり。だからこそ立ち技史上に残る激戦を必ずや演じてみせる。決して忘れることのできない記憶の感情を、記憶の思い出をこちらから殴り書きしてやろうかなって思ってます。どう思うと、どう冷やかそうと、見ないのも自由だし見るのも自由だし、けど僕の試合見た方がいいですけどね。キックボクサーとしてのプライド、それは当然王者にもある。互いの生き様は全てこのリングの中に出る。生活からの考え方でもう自分はここの試合に出ると思ってるんですよ。だ全部24時間365日の中で自分がどう生きるのかっていうのをこの試合で見せるというイメージです。全てを見せて、そして勝利する。レジェンドたる王者に油断はない。自分を逆だったら絶対ね、めちゃめちゃ貸したいと思うし、めちゃくちゃ練習してくるんだろうなって思うから、自分もその気持ちで、それを上回るつもりで今練習してきてるし、まあ自分も絶対負けないという気持ちですね。はい。キックボクシングに魅せられた2人、タイトルマッチの舞台で遭遇。最後に笑うのは挑戦者か、それとも王者か。メインイベント第3試合、ビッグバンスーパーフェザー級タイトルマッチ。挑戦者両ペガサス VS 王者俊太。コミッショナー宣言。コミッショナー宣言はビッグバン澤井拓のコミッショナーです。コミッショナー宣言、ただいまに行われる俊太と両ペガサスの実践は昨日の厳正な日程でご審判を行い、両選手ともに適正と認められたため、この試合はビッグバンスーパーフェザー級タイトルマッチであることを認定いたします。平成30年2月18日、コミッショナー澤井拓。
それでは関係者役員は両選手を激励の上退出してください。ラスト10、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 
1ラウンド終了。ここで両選手の紹介を行います。最初に中コーナー、ビッグバンスーパーフェザー級チャンピオン俊太、谷山事務所属、愛知県出身35歳、成績は54戦、31勝19敗、4分け、31勝のうち11のナックアウト勝ちでございます。対しますが青コーナー挑戦者、前日はスーパーバンタム級3位、リオペガサス、アカデミアアータ所属、福島県出身31歳、成績は38戦、17勝、20敗、条件17勝のうち4つのナックアウト勝ちでございます。Thank you.
って KO 負けとなります。コミッショナー河合拓馬、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてテレビ局が再びご主人に渡ります。そして本日の協賛いただいておりますバッティング前澤学院代表理事阿部なかなかやっぱりキックボクシング難しいなって、まだもう56戦ぐらいやってるんですけど、まだ、深いんだなっていう感じはやっぱり今やってみて思います。もう次の試合でもう36歳になるんですけど、この後してもね、まだまだ最高のパフォーマンスでまだできるんだぞというところを、皆さんに見せていきたいと思いますので、またぜひ見ていてください。ありがとうございました。勝利を収めました俊太選手に、今一度大きな拍手をお願いします。
い時間皆様方本当にありがとうございました。ビッグバン次回大会は4月を予定しております。4月8日大森ゴール